はい、アンチコメントね、アンチコメントまあクローズにしてもいいんじゃないですかね。私アンチコメント書かれたぐらいでは全然時間が取られたりとか精神的に疲弊したりってことはないんですよ、うん、そのぐらいはね裁きながらやっていけると思いますんで全然 OK です。で吉田さんは多分ねこのコメントクローズにしてますけども、この億万長者合宿で私結構ね吉谷さんにアンチテーゼを出していると思うんですよ。これはだからアンチコメントの方の気持ちに変わって私がクエスチョンを出してるってことなんで、私がね吉谷さんに何かねこうアンチテーゼを出すと吉谷さんそれに対してやっぱりこう返してくるということで、結果的にアンチコメントを書く人の、まあ、疑問は解消されてるんだろうなという作戦なんですよ。うん、でどんなこともね、まあ正論があれば反論もあるということで、これは作用と反作用みたいなもんで消えないんですよ。いつかこの話しましたよね、人は進化するみたいなね、どんどん進化するみたいな、ダーウィンな進化論だって言いますけども、いやいや人は最初から決まっていて創造されてるんだよと、世の中も創造論なんだよと、神様が作ったものは例えばね蜂が灰にすらならないんだよと、うん、だから人間もどんだけ頑張っても大してもう生まれ持ったものからそんなに変わんないですよっていうのもね、まあ、アンチテーゼなわけですよ。で結局その両方の説を聞いた時にどっちを取るかっていうのが求められているのと、どっちじゃなくてもいいんですよ、3つ目の選択肢を自分で作ってもいいわけなんですよ。で視聴者さんに私がね、訴えかけるものがあるとしたら、私の言うことも吉谷さんの言うことも永久不変ではないんですよ。明日変わってるかもしれないんですよ。吉谷さんなんか昨日までこういう話したけども俺たち間違ってたみたいなんで今日からこうしませんかってなる可能性あるんですよ。人はね、うん、変化するんですよ。変わることができるんですよ。気持ちを入れ替えることができますし、あ間違ったなと思ったら間違いでないと思える方向に方向転換する自由はあるわけなんですよ。だからそれをね手のひらを返したようにみたいな言葉がありますよね。でも手のひらって返していかないとそのまんまこっちの方向に行ったら間違って死ぬんだけども今までやってきたからしょうがないからこっちへ行こうなんて愚かな選択をねするかどうかってことなんですよ。これはですねこういう例があります。ディズニーランドに車で行こうとしている人がずっとね向かってるんですけども、途中ねドライブインであなたディズニーランドは逆の方向ですよって教わったんですよ。でその時にどうするかなんですよ。いやいや今までこっちの方向に向かっていったんで間違っていようがどうしようがもう初志貫徹だって言ってね間違った方向に進むのか、それとも人のアドバイスを受けてあなるほど違ったかもしれないな、よしじゃあちょっと方向転換しようかなっていうふうに思うのか、あなたはどちらですかってことなんですよ。だから常にね365日24時間1440分ね、この可能性があるんですよ。あれ違ったかもしれないなと思って方向転換する可能性があるんですよ。だから自己否定論、ずっと信じてきたことが違うかもしれないなということなんですよ。そして違うかもしれないなってことに気づかせてくれるのがアンチを出してくれる人なんですよ。だからアンチから学ぶものむっちゃくちゃあるわけですよ。そしてアンチの方と共感するポイントが生まれた時にアンチの方はよし俺のおかげでこいつの意見を変えてやったぞっていう風にして心を開いてくれるんで、その瞬間に商品が売れるわけなんですよ。だからアンチに心を開くこと、アンチの気持ちを共感すること、これがですねビジネスチャンスを広げていくことにもなりますんで、アンチの一人や二人に商品売れなかったらねビジネスはこれは大失格だと私は思いますけども、いかがでしょうか。